りこたいがです。皆さんこんにちは。やっぱりコミケ終わった後にこの動画を撮ろうって思って、実はね、私はエッチアニメが好きなもん。いやな感じしてるから、ちょっとね、
なんかセクシーシーンがあったから、まあ、ずっとドキドキされるアニメだなって思った。という同じくその後はね、一騎当選と群青蓮華が超大好きだった。でその時がね、格闘技イタリアでやってたからだいぶ若かったんですね。16歳ぐらい。昔は雑誌で CD を載って、でその CD の中でいろんなアニメ載せたんですよ。でただに字幕がなかったからもう普通の日本語で見てたんで何が言ってもわからんけど、戦場電源はイタリアも放送されたことある。でそこから一騎当選をして、なんかその戦う女が超大好き、そういうバトルシーンが大好き でいろんなキャラって選べられるんだけど、一騎当選の場合だったらみんな上司がやっぱりメインですよね。で戦場電源は男性と女性も超かっこいい。でそれはちょっと全然違うんだけど、まさか闘技のアニメとして両方超大好きだなって思った。マカプトギが好きな人がぜひこのアニメをおすすめしたいと思います。4番目はもう超大人気になってたアニメのリゾンスクール。あーこれはねもう外国でも超盛り上がってたんですよ。で個人的はねリンコをやろうかなって思ってたんですけど、いやアニメです。第3話はハイスクールオフデッド。それはね当たり前ゾンビも出るし、ヒーローも出るし、可愛い子も出るし、格闘技も出るし、もう最高のアニメだなって思った。やっぱりもううわーって初めて見た時にもうみんな知ってると思うんですけど、ゾンビを倒すのが超大好き。女の子だからそういう制服、ガスト美少女、ガストパンツ、ガストおっぱい、うわーってたまらなくて。残念ですけど、このアニメが終わってない。終わってないから、それだけが、でも、もう作品としても最高だったなので、絶対一回ね、見てほしいなと思います。っていうか、私の好きなキャラクターはサヤちゃんです。あ、サヤちゃんのこれめっちゃやりたい、めっちゃやりたい、めっちゃやりたい。めっちゃやりたいというか、そういうスリープパンツもね、簡単なもん、でも見せなくちゃいけない。デザインとかその場所っていうかすげー細かくで描いてるから、それも見るが好きだったし、であとはキャラクター関係の話が面白い。だからちょっと、まあ、長めっていうか24エピソードぐらいあってたんですけど、一番最初の12エピソードを見てもやめないで、そのアートが超面白くなるから、それがアニメのポイントだと思います。で最後の第1話、それもコスプレもしたことあるんですけど、パンティー&ストッキング・ワイト・ガール・ベルト、パンティー&ストッキング・ワイト・ガール・ベルトが超最高、超最高。これは日本のアニメなのって聞かれるんですけど、それは日本のアニメでございます。なぜというと、このアニメはねやっぱり他のアニメと違って全然違う、全部は違う。まずはデザイン、このデザインキャラクターはアメリカっぽくは、アワンさんのアメリカっぽくは知ってる、誰でも見れるアニメなんですけど、コメディがね結構汚くてエロいんだけど超コメディが入ってる、そういうちょっと子供も見れないものだから、特に彼女たちは変身するときに超アニメーションが綺麗、すっげー綺麗な感じが出てるのはやばい好きって思って、でそこからそのアニメは人気、ネットで大人気になってたんですけど、ほんとねこの音楽だけは超かっこいい、たまらねえなって思う。で15歳ぐらいストッキングのコスプレしました。やっぱりねその時はねストッキングの方だったね、私ロリータだったから
けのがやっぱりどこかで、あ、めっちゃかっこいいな、私もやりたいと思って、とにかく一番面白いからということで、このトップ10が終わりました。今日やっぱりそういうエッチなんですけど、ちゃんとストーリーとかデザインを考えて作ってるアニメーションがたくさんあるので、エロとかそういうエッチを入れるパーツが難しいんですよ。ストーリーとデザインのバランス、その興味を持つのことはね、難しいと思う。だっておっぱいだけを大きくすればいいんじゃん、でそれで終わり。でもちゃんとストーリーを考えて、それが盛り上がることが一番大変だと思うので、すごくそれに関してはエッチアニメが好きだなって思います